本当に普通に楽しむんで、なんか、ギャー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 騒がないと思う。まあ、でも白黒はっきりしのお <laughs> もうゆりせず、ああ僕が駆けつけちゃおう。生まれ変わるあ、ちょっと待って、生まれ変わりそう僕今。 今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、朝顔とカセさん第1話見ていこうと思います。はい、というわけでやってまいりました。ゆりの日スペシャルということで、ゆりアニメを見ていきましょう。なんとですね、6月25日はゆりの日ということで、まあそのゆりの日を挟んで、1、2、3話と、こう、朝顔とカセさんという、ゆりアニメを見て、まあなんかゆりをゆりゆりして、パニックパニックストロベリーみたいな感じで、まあなんか <laughs>、ゆりの日を、こう、あれして、まあなんか、 あれするんです。まあ、なんかね、すごい金髪の可愛い女の子とショートのボーイッシュな女の子が、なんかハッピークッキーもんじゃきみたいな感じになっていくと思うので、そこら辺を楽しんでいきたいですね。はい。というわけでね、ま、ゆりアニメのリアクションは、正直、初めてだよな。こんだけ多分、が、結構ガッツリめのゆりだよね、普通の。うん。僕はちょっと、あんまりこう、あれがないので、リアクション経験がないので、面白くリアクションできるかどうかわからないけれども、ま、ゆりの魅力ってやっぱり、ま、微熱だからな、こういうなんか、 がっつりしたなんかシトラスみたいなのじゃないと思うから、この絶妙な青春ゆりみたいな感じで、ま、37と5分みたいな熱量で楽しんでいこうと思いますのでよろしくお願いします。はい、というわけで見ていこうと思います。何を言ってるんだ、俺は。それでは見ていきましょう、よーい。スタート。さて、レッツゴー。まあ、なんかオープニングでがっつりした普通のよりっていう意味のわかんないこと言ってしまったわけだけど、 普通に考えて、普通に考えてっていうか、本当に初めてだからな、こう。恋愛なのかどうなのかっていうところわかんないけど、女の子同士の関係だけにほぼスポット当てたような作品は。どうなんだろう。多分、雰囲気的にシトラスみたいな、シトラスとかサクラトリックみたいなのじゃないと思うから、どうなるかわかんないですけど。高橋みなみさん。高みなさんとさくらさん。さくら屋根さん。 やばいんだけど、ボーイッシュ好きだよ、僕。金髪もいるし。<laughs> なんか喋ってないけど、桜やねさんの声が聞こえてくるわ。いいね、金髪。僕の好きな二大要素が合ってるなこれどっちなんだろうなでも、がっつり恋愛するのかな二人友達で一緒にいようねっていう親友ルートなのか。 どうなのか。まあ、でも、白黒はっきりしな、おぉはははは。<laughs> <laughs> Take it easy. これで3 0 0カロリー摂取できました、僕は。はい。まあ、でも、本当に普通に楽しむんで、なんか、ギャー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 騒がないと思う。ああ。オッケーオッケーアイスアイス。もう、その人、その一言が聞けただけでもうなんとなくわかりました。はい。ありがとうございます。 楽しみましょう。百合の日なんでね。まだ24日だけど。山田加瀬さん。あらー、かわいいな。モテそう、めちゃくちゃ。でもなんかもう顔面がさ、 さく、CV 桜あやねって感じの、桜あやねさんって感じの、あ、え、あ、あ、そうなのオッケーオッケー、アイス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 。オッケーオッケー。ガッツリトマトね。オッケー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 。アイス任せろ。おう、ピポピン。頭からなんか生えてるよえ。え ピクミンだったあ、ピクミンじゃないわ。なるほど、なるほど。朝顔ってこの子の名前なのかな火星もかって書いてあったよね。電話しよう。夜の電話。すごいね、なんか、靴下。靴下ソックスあ、はい。そうね。 緑の本これは、悪い。僕、百合好きだけど、百合の花が何になるか分からない。あ、そうなのははははははっきり関係性を明示されると。この感じだと、うん。 あ、はい、しますいろいろしてくる、さ <laughs>、すごい緊張してるな。この感じだと、風さんから来たのあら。<laughs> なんて可愛い子なんだ。王子様キャラとお姫様キャラって感じやな。家広くねおー 声を聞かせてくれるだけで、それだけでいいの私、たくあははさんを溶かしてしまう。下の名前で呼べばいいのに。まあ、そうね。あら、結局、何だったんだあの電話は。声が聞きたかったのさ。いやーん、それ、いいじゃない すげえなでもイケメンだな見るからに王子様あはは嬉しいんだね。 はははかわいい。なんてかわいい子なんだ、この子は。ま、あそれはそうだな。特に学生時なんか特にそうだよな。お弁当を作るいいね。なんか体鍛えてるっぽいしね。栄養をこうしっかり整えてあげよう。彼女の胃をつかみましょう。 山田ちゃんも山田ちゃんで可愛いな。あらーあはは、<laughs> いなかったら休みと同じなのよ。溶けちゃった。ああ、頭の草がしおれている。やばい。修学旅行。女子校かこれ。 わお若さを盾にしてきやがったな。<laughs> JK 特有の。おう、たぎる。おカセさんを見てるああ、だん、ん男子もいるな。さあ、カセさんがいないのが気になってる。園芸部か緑の本ってことは。 もうッ,ッケーエプロンして、園芸部、制服が汚れないようにね。うーん。いないと何とも言えない空白の時間ができちゃうわけだ。いつも彼女が埋めてくれましたみたいな。なんか、この子はすごいモテそうだね。 でも付き合ったことがないっていうくらいだから、でもどうなんだろうな。告白なんか、微妙なとこだな。好きっていう感覚は持ってるっぽいからな。あんまり恋愛の感覚がわかんないタイプなのかなと思ったけど。ん何を見つけたかな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 か 緑化委員かわいいミノワッチどうなんだろうこの子は加瀬さんと付き合ってること知ってんのか山田ちゃんが <laughs> なんかシンプルに全てを まっすぐ受け止める子だね。かわいい。なんか、まっすぐな子だな。<laughs> 悪印象を一切持たれないタイプの女の子なんだろうな。<laughs> うバスツ西高前。やっぱり、加瀬さんがいないと元気が出ないのか。ま、あそうだよな。 おあら、加瀬さん。何なんかウキウキしてんだけど。あらわあ、人気者なんだ。人気者だね。行っておいで。わあ、ごめんねって。 わあ。なーにーふわっとしてるからこそちょっと寂しいんだなーこれは。私たち、付き合ってるんだよね。なかなか悲しい。まあ、イケメンで王子様っぽいしなータッパも高いし。LINE で一方入れちゃえばいいのに。お弁当作ったよーって。まあ、でもそれすらも難しいのが絶妙な間柄なんだろうな。直接言いたいだろうし。 また行っちゃった。かハハは、しおれちゃう。山田ちゃん食べて、ミノマッチに食べてもらってる感じかなこれし。かわいいな、なんか。メガネだけどちょっとギャルっぽい感じが。うん。 知らないんだあははははああ、もうもうバレバレだね。もうユリ清造ああ、僕が駆けつけちゃおっかうなーっていう感じですね。分かっちゃうね。うん、僕もだってそういう匂いには敏感ですからね。ああ、ここはユリの匂いがするぞと。波動でわかるからな、匂いと。 うん。あらー、優しいね。懐が広い子だ。ただ食パンを持ち歩くタイプの子か。まあ。なんか、そんな感じはするね。判定しなさそう。なんか。<laughs> 残ってないけど、あた。 いいね。友達は友達でしっかりいるわけだ。まあ、そうね。でも相談できそうだし全然いいな。いいね、いいね。カセさんと山田ちゃんが付き合ってる。さあ、カセさんが鏡越し。カセさんはカセさんで一緒にいたいとは思ってるんだよね、多分。 かわい,い <laughs> あら、泣いちゃってる。わお、すごい食べたんだ、学食食べて。 そうね、かっこいいよなモテるよな男女問わずモテるタイプだよななんだ 手をつないで。うん。うん。ああ。そうなんだ。 見てたのかなんー ずっと見てたよなるほどなるほどなるほどこの春2年、ね、そっかクラス替えの時だもんね えあそうだな足も長そうだしな速そううん。ということより 輝く光の反射バブルのようあらバス行っちゃったよなんだもうちょっと一緒にあなんか聞こえた画面は動いてる音も聞こえる永遠のようなこの一瞬が。 とても愛おしいと思いながら、風さんは歩き出す。陸上で使っているその足を駆け出すんんええ,えちょ、唇と唇のこメに。 おい。あ、ちょ、脳がめくれる。あ、の脳がめくれる。あ、生まれ変わるあ、僕が、生まれ変わるあ、ちょっと待って、生まれ変わりそう、僕今。やばい、大脳が再生してる。何この言葉なしのカッティングおう。あ、生まれ変われるぞ、俺は。あ、俺は新しく生まれ変わるのだ。これは刑事かもしれない。あお うーん。なるほど。これは何なんだ特別アニメなんか、あれかなんか、漫画かなんかについてきた特別な DVD かなんかなのとりあえず終わったわけなんですけど。いや、ちょっと待って、生まれ変われるな、俺。何度でも生まれ変われる。新しい自分になる。新しい自分大発見そんな感じの気分になる作品ですね。素晴らしいですね。あのね。 僕も、ゆり嫁めでようかなというふうに思うわけですけれども。なかなか、あ、結構、結構ガッツリっすね。ははは結構ガッツリっすね。うん、まあ、シトラスとかそこら辺ほどではないんだろうけど。割とまあ、ガッツリガッツリですね。もうちょい、足立しレベルの距離感なのかなって思ったけど、割とガッツリガッツリ、ガッツリ、ガッツリトマトみたいな感じですね。マジで。なるほど、なるほど、なるほど。 まあ本当にいい感じですね。微熱から熱を帯びていく、この感じが本当にたまらないわけですよね。 やっぱりこういう作品って。音がないからどうやって繋ぐか考えながら今んとこ喋っているわけなんですけれども、とてもとてもいい感じだなというふうに思っております。現在、体温38度5分。ええー、もう熱を持ってまいりました。熱を持ったまま、頭の中がオーバーヒートして、もう大脳神秘質ブルリンチョ脳みそが再生し新しく生まれ変わる。今、僕は財前黄色にまた生まれ変わっているのだというような感じで、なかなかいいですね。この朝顔さんと、この山田ちゃんの関係性っていうのはめちゃくちゃいい感じで、あのー、いいよね。でも、やっぱりああいう大 王子様系からグイグイイるっってていいいいいうううのはすごいいな風ううに思うしまあでもやっぱりまあ、ユリではやっぱり定番だよね。かっこいい系の方から、ちょっと可愛い系の女の子に行くっていうのが、めちゃめちゃやっぱりいいよな。うん、いいですよね。でもなんか、いい感じだな。例えるならどうだろうな、やっぱり。でも微妙だな。マリミテの生様と、生様とシマコ様とか、霊様とヨシノさんみたいな関係ではないんだよな。 あまあでもまあ、同い、同い年同士,同士だしね。うん。どうなんだろうな。なんか山田ちゃんは割とでもなんかそういう恋愛感情に気迫ない感じがするな。結構モテる子じゃないかな、この子。けど、やっぱりな、何かしらの理由で断り続けてきて、で、加瀬さんだけは受け入れる気分になったみたいな雰囲気はとても感じるし、加瀬さん自身も多分、どっちかっていうとその気が強いのは加瀬さんなんだろうな。 うん。女の子の方が好きかもって思った、その芽生え的なものは多分加瀬さんのが早かったりするのかなっていうふうに思ったし、そこで本当に大好きになれたのが山田ちゃんだったんだろうなっていうふうには思いますね。この感じを見る限りだとそういうふうに捉えるのが正解なのかなっていうふうに思う。うん。だってやっぱりグイグイ生き方がわかんない。グイグイ生き方がわかっ、生き方がわかってないから山田ちゃんは。 だから、ちょっといろいろとこう、なんか、男子と女子で定番のやり方をやってこようとするわけじゃんうん。ってなると、やっぱり、まあ、なんだろう。王子様的な、なに、攻めじゃないけどさ。やっぱりこう、ぐいぐい行くのは加瀬さんの役割なのかなっていうふうに思うけど、いや、意外と音楽なしで結構スタッフロール続きますね。はい。なにこれ劇場かこれえ映画映画かなんかなのいや、いいですね。素晴らしいなっていうふうに思いますよ。うん。 でもこれ2話3話はどうなっていくんだろう ?2 話もすごい気になるね。あー、まあまあまあ、いい感じなんじゃないですかね。とりあえず見ていく限りだと。なんか、全然熱量は僕はすごい好きな。微妙な距離感だよね。なんかこの、距離感、50キリ50、何、50、100の距離感の作品は見たことあるけど、この絶妙な70の距離感っていうのはあんまり僕の中では補完がないからな。50から100に上がっていったり、なんだろう。 元々100だったり50だったりっていうような、あの、あれはあったけど、この絶妙に付き合いたてっていう、このホカホカ感っていうのはなかなか見たことがなかったですね。ああ、いや、いいですね。いや、いいな。かせさんも可愛いな。かせさんもしっかり女の子してるんだよね。なんかちょっと男の子っぽい雰囲気はあるけど。うん、なんかやっぱり山田ちゃんに色々言われて顔真っ赤にしちゃったりとかね。すごい可愛いいなっていうふうに思います。これさ、エンドロール、 で、これ感想ということでいいですか <laughs> 僕喋りたいこと大体喋っちゃったんだけど。はい、朝顔と風さんということで、えー、次回、えー、翌日ですね、25日に第2話が上がるので、要チェックしていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで朝顔と風さんでした。バイバイ。